山本キングです。山本幸郎です。ということでですね、今回はランパチラボスの in 群馬、こちら D ステーション太田矢島店に来て花火をね打ってますね。山本さんと打っておりますが、逆押し右から押す打ち方をね、小田さんに教えてもらいながら、なかなかいい出目が楽しいね。ちょっとねハマりそうですね、完全に、楽しいでしょ。逆押しはクランキーコレクションの逆押し青七狙い、はい、ずっとされてたでしょ。それもあの必勝ガイドの小田さんの連載を読んで僕やりだして、超面白い。それと割と法則も、はい、ちょっと似てますね。ちょっとだけ似てて、ファーストで右中段に青七止まったらダメだったでしょ、あれは。はい、ダメですね。今回のドンちゃんも右ドン止まったら外れ終わりで、ボーナス多分ないみたいなね。いや、サクサクと消化できるんで、設定良さげな台を掴んだ時は逆押しの方が意外と早く消化できるのかな。はいはいはい、ね、はいはいはいみたいな感じだね。まあまあ逆押し、逆押ししつつ、まあ、順押しも手順がちょっとあるということで、前回ちょっと勢いなんすか、勢いのあること言っちゃいましたけど、自信ないですね。正直もういろんな打ち方詰め込みましょう。そうやるけど、はい、ダメかもしれないんで、その時は全カットでお願いしますね。はい、という感じで、まあ、今回はね、こんな感じ花火の打ち方をいろいろ教わっているということで、はい、後半戦も早速いってみたいと思います。お願いします。今回の収録ホールは群馬県太田市にある D ステーション太田矢島店。パチンコ480台、パチスロ348台を設置。人気機種はもちろん、バラエティーコーナー、低価値コーナーも充実のラインナップ。最新設備で快適な遊戯空間を提供しているホールとなっています。データ機器にはリグモプレミアムを設置。 15.6 インチの大画面でとことん見やすい仕様となっています。28日間のスランプグラフ、当日の細かい夕霧履歴、大当たり結果の集計表示など、データの量も満載となっています。貸し出しサンドにはベガシア2を設置。タッチパネルの操作で分かりやすい仕様となっています。Dステーション太田矢島店の森田です。Dステーション太田矢島店の岡本です。当店のパチンココーナー、スロットコーナーともに通路も広く、前代パーテーションで仕切られた快適な空間となっております。最新台、人気機種もたくさん設置しておりますので、きっと皆様にご満足していただけると思います。 D ステーション太田矢島店は間もなくオープンしてから1年を迎えます。私たちも笑顔で元気に接客します。皆様のご来店お待ちしております。まだ研究段階とのことです。上段に止まるとちょっと中に力が入る。とにかくそれ止まんないとね、中押しに移行できないからね。そうですね。まずは逆押しのミッションをクリアしましょう。いやいや、冷静に考えてみましょう。あ、フラッシュ、フラッシュしてない。あ、じゃ
じゃあ当たりじゃないですか。この日の時は絶対フラッシュしますからね。当たり。私も聞いたことはありますけど、やっぱり噂でしかないみたいですよ。お、リプレイでシシダル、チョークの可能性ありますがある。若干ある。次のゲームちょっと暑いですよ、ね。ちょっとだけ暑い。あ、遅れた。マジ？遅れた。マジ？当たってるかも。グッドタイミング。グッドタイミング。どっちだ。当たりだ。当たり。もう成立後。成立後。リプレイだ。ほら、そのショット。すごい。はい、ありがとうございます。ちなみにリプレイ重複の場合は赤七の可能性はなくなります。負けミッションクリアです。枠上通りました。道具。ドン枠上。しかもほぼビッグでしょこれ。多分ね負けないと思うんだよね。うん、それはチェリーの取りこぼしですね。さあどうしますか。前半に引き続いて逆押しで、はい、リビタイム狙ってたじゃないですか、はい、そしたらちゃんと上段の中にいる、はい、出ましたね。寂しい気もするな。逆押しちょうどハマってきたところなんですけど、まあね、まあでもちょっとやりましょうか。で、自分がどっちが好きかで最後ね、あ、そうしようか。やればいいじゃないですか。そうしよう、はい、俺が好きなやつ狙ってもらってよかですか。はい、よかです。左リール、はい、枠下に、はい、投連です。ここの筐体に投連をこう合わせる感じでやるとちょうど枠下になるんですよ。なめこボーナス。なめこ
気圧じゃないですか。ダメこと言いながら柔軟に氷が揃えますよ。あ、なるほどね。氷が中間から揃えます。枠下にバンを狙ってれば。ただ赤棚だけなんなんで、赤棚狙って斜めテンパイとかも見れるってことですね。ワンツー、なるほど。でそれすごい一番か、そこで狙っててかっこいいパターン。なるほど。で、これの面白いところが、あのぐちゃぐちゃの目でも、はい、フラッシュでバンバン察知できる。そうなんだ。全然こんなの入ってるわけねえよって目でバンバンフラッシュする。なるほど、なるほど。ただこう、ただ左に気をつけないとチェンジこぼしてる可能性もあるってことですね。そうそう、ミスるなら早めに押すぐらいじゃないと。しばらく打ち込んでいくと、こう言いながら入ってたりして、入ってないね。先輩、これちゃんと左が押せてれば、押せてればもう当たりですよね。押せてれば当たり。早くてもダメ。ダメダメ。あ、早くてもダメか。山ちゃん、もう見たいのすぐ出してくれれば。そういうこと。僕に任せてくれない。山ちゃん持ってるな。ちょっと返済今度でもいいですか。何ですか。1万円の返済今度でもいいですか。ダメですよ。できれば今すぐ返してほしい。できればダメ。儲かるな、儲かるな、儲かるな。1枚掛けでガンガン触ってる。で、バケる、あ、バケる。あの、枠下バーベライのいいところが、はい、セリーが強弱分かんなくなる。なるほど。なので次のゲーム楽しめる。次のゲームこれは楽しめる。確かにそれは面白いかも。の精度が上がると思いますよ。え、これ自分で打ちながら発見したんですか。そう、ちょっと逆押しのパターンも大体分かっちゃったし、左からもなんかないかなと思っていろいろやってたんですよ。はいはいはい。そしたら時々赤穴が下段に降ってくる時があって。なるほど。で、それが暑かったり暑くなかったりしたんで、どうやったら一番絞り込めて暑くなれるのかなってやってたら、スパーが一番いいんじゃないかってことになったんですよ。探求心は人一倍。これが花火への愛といったところですかね。氷の目打ちだけがめんどくさいんだよな。それがなくなると楽なんだけどな。あー、ですから。出てる。
正確なら正確ならワンツーワンツー二角だけど、この形になるってことはメルシミスの可能性が高出てきた。出てきた、出てきた。これ通っちゃったらメルシミスやばいね。これやばいね。これあやってもうた、やってもうた、やってもうた。まあ、こんな感じで盛り上がる。1ゲーム1ゲームこんなに盛り上がってくれるといいですね。最大限に楽しんでこそパチスロって感じですかね。あ、来ました来ました。どうかな。右上がりに赤ならが止まることを祈って。あー、出ましちゃった。でもまだあるからね。まだあるからね。ダイレクトで赤なら行っちゃいますか。行っちゃいますか。あ、外れた外れた外れたけど、逆からドン。あー、ないリプレイでセーフで。あー、いないミスってたミスってた。もうキングキング、もうミスの絵はいっぱい取れたんで本物行きましょう。本物、あえてミスの絵を今。なるほど、さすがさすが、さすがさすが。考えてるから、あの山本コーラがそんなことあるわけないと思ったら出せていいから、そう言ってもらえるならちゃんとやりますよ。はい、怒鳴って聞かない。もっと都合がいいですよね。そろそろ決めちゃいましょうか。あれ、あれ。難しいな。難しい。難しいな。これは難しい。ちょっと難易度が高いみたいです。例えばこの場面、目押しが正確なら子役外れでボーナスですが、1消灯のみなのでボーナスの可能性はちょっと低いとなると、可能性があるのは次のゲーム。一見通常の外れ目ですが、おそらくここがボーナス成立ゲームだと思われます。本当は言い訳になっちゃうけど、あのここにボーナスから止まるパターン以外はほぼチャンス目なんで。なるほどなるほどなるほど。フラッシュがないと分かんないですよね。そうそうそう、3枚だけでさっきのとこ狙ってみましょうか。あー、でもあれだね、1枚やるとかそういうのが立ってないと下段まで当たらないといかないのかもね。これ今成立ゴールなんですけど、これ普段止まるでしょ。これチャンスね。
残念。おお。ああ、ちょっと早めに押してたら届かないな。フラッシュしちゃった。オン。普段のコーラさんの姿が見れますよ。この番組から研究するのやめてもらっていいですか。ちょっと調べたいんですけど。冗談。ああ、ちょっと箱の外します。研究もいいんですけど、ヤマキンのことも気にしてあげてください。ヤマさん、俺はなんかすごい目で止まりました。しかも2ショートしてるんですよ。かっこいい。うわ、どうだ。今、赤棚滑ってきましたね。うわ、かっこいい。ちょっとかっこいい。そんなヤマキンを横目に、先生は研究へ戻ります。先輩、まだ研究してました。まだ研究中ですか。あ、先輩、高速ゴロの面をちょっと作りましたんで。あ、これ高速ゴロなの。はい、1枚掛けで1枚掛けでジャケットゾーン狙ってポンポンってバババ。はい、お見事。先生も納得のいく研究ができたようです。しみましょう。残るはフラッシュ時の上段赤七。ああ、その後ヤマキンは逆押しの手順へ。先生はさらなる高みに向かい研究を続けます。なかなか止まってくれないですね。今回も RT 中の連チャンはありませんでした。あとキング、もう一個みたいなのがある。はい、右に乗りようが止まったら、はい、バーを中下段。バーを中下段。これですね。あ、これです。これで、ね、
つきませんが、番組には尺というものがあります。残念ながらそろそろお時間です。かなり盛り上がっておりますが、後半戦もここで終了と。あっという間ですね。マジで、はい、マジで終了。あっという間、もう山本コーラの研究風景が見えましたけども、本当に終わりだろ。はい、後半終了です。本当に終わり。はい、さあ後半戦も終わりまして、お疲れ様でした。いや、あの間近で見れるとはまさか思わなかったですね。あの山本コーラ研究風景を、パシスローこうやって研究してるんだないつもっていうのが間近で見れて、はい、ちょっとね、はい、順押し研究してみましたけど、はい、一筋縄じゃいかねえな、あれな。いろんなパシスローの打ち方を研究してきたわけでしょ、定人も。で、あの当然研究した結果、大して面白くねえなって場所も結構あるわけですよ、はいはいはい、あの花火のバー枠下とか下段狙いは、はい、そんな面白くないそういう結論が出ました、まあ、その結論が出ただけでもいいじゃないですか。まあね、まあね、右から押したくなっちゃったでしょ。右から押したくてうずうずしてました。でしょうから、途中からもう諦めて右から押した。いや、でもそれくらい右がちょっと面白いなと思って。あ、そうですね、今回ね、まあちょっと楽しみましたけども、はい、まあまだいろいろ見たい目もあったんですが、そうね、 RT 中の中リール中段、うん、あ、じゃない、上段赤なのかね。それ自分では、うん、ビタッと止めたことある。あ、面白い面白い。あるんですか。一瞬、リプレイ対応だけどフラッシュしてるから、あーみたいな、ちょっと時間かかるみたいな感じ。そっかみたいな。それもまあまた次回があれば。次回決まってるんですか、メンツは。なんですか、次回メンツは決まってるんですか。やめてくださいよ、その2週連続出ようみたいな、3週連続出ようみたいな4週連続出ようみたいなね、もう花火ばっかりの回になっちゃいますから。ダメですか。ダメですよ。いや、そうだ、なんすか、BMAX やってないそうじゃないですか。BMAX、 BMAX に戻ります、今から。どういうこと。BMAX はそれこそ相当あるでしょ、打ち方。もう大変よ、いろんなパターンを。もうだから今日の今の研究みたいな感じで打ちながら絞り込んでいってみたいなことをやって完成されてるんですよね、 BMAX は。 BMAX はもうこれしかないっていうのがあるわけですよ。ちょっと今一番おすすめの言い方なんですか、 BMAX。 それいや、ちょ今いいから、それの。ね、今回山本コーラさんをゲストにこちら D ステーション大田矢島店でお送りいたしましたけども、研究風景も見れていろいろ今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当にいいプレゼンをしていただけたと思います。さっさと帰って1万円のことは忘れてください、はい、ああそうだそうだそうだ、そうだ、ちゃんと僕あの貸してますからね、言わなきゃ、返してくださいね。ということで今回山本コーラさんゲストでした。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。